んばんは。こんばんは、みんなさん。こんばんは。けものちゃん、こんばんは。えなはまさん、こんばんは。初見詐欺、今日料理配信です、イエーイ。今日は料理を作るよ。みけこ、こんばんは。みけこ、ゆきじい、こんばんは。料理だよ。ぶっちさん、こんばんは。あおいさん、こんばんは。うん、久しぶり。さえばさんだぞ。今日は料理を作っていこうと思います。ゆうやくん、こんばんは。クッキングです。今日はね、何を作るかもうちょっと後で言うわ。コロコロ、こんばんは。くまさん、こんばんは。リリオちゃん、こんばんは。まっさん、こんばんは。ありがとう。カッキー料理されたい。カッキーを料理するのかなっていうことかな。タジタジ、ヤッホー。ヤッホー、こんばんは。タジタジ、またハンバーグじゃないよ。厳しくチェックしなくては。そんな多めに見てくれ。リリオちゃん、ライブね、この間ありがとう。お料理です。ヤッさん、こんばんは。ぶっちさん、やばい、電車の中だけどニヤニヤ止まらない。あの、すいません、この人ニヤニヤしてますって言われない程度にニヤニヤしてね。ありがとう、マスさん。稲浜さん、真空パックがで送っていただけると聞いてきました。あの、送料バカ高いですけど、いいでしょうか。リリオちゃん、料理するよ。エプロンをつけた。なんか久しぶりに料理する。ここ1週間、12週間全然してなくて。ビーフストロガノフとか作れない。ゆえくん、作り方調べたらできる。のりのり、こんばんは。んゾリナショールームやってるんだ。ゾリナねえ、マッサ早く来てください。カキ、今日も控えめに言って、圧倒的バチボコ優勝、可愛すぎてボーダー似合いすぎて好きピッピ。アリピッピ。くまモンさん、こんばんは。サイバーみずきです。タイタジー、電車気をつけて。やけど台頑張るわ。やけどしないように。できたものはないよまだ。うなちん、こんばんは。男心を持て遊ぶのね。キャマちゃん、えね、ほんと全然作ってない。最近作りに来て。はい、もうちょっと見てる人が多く、みんな星ありがとう。いっぱい星星。お玉で星を救う。っていう遊びをしました。タラちゃん、こんばんは。久しぶり、タラちゃん。マッサン、あと2日だね。頑張れ、マッサン。いいお嫁さんになれますね。もう早っ。エプロンつけてるだけだよ、まだ。キキおにぎり一番うまいよな。それな、それはそうだよ。あついさん、こんばんは。みけこ、誰、今日私が作るよ。キャモノちゃん、どっかで見たことあるお玉だ。そう、もらったやつ。ありがとう、マッサン。出てこないです。たじたじ食べに来るんだ。家二重にロックしとこ。稲葉さん、おたまになりたい人生でした。おたまってさ、なんかいいよね。なんか可愛い形が。はじまのリップの点数付き合いしてない。それ面白い。私も参加したい。のりのり、ニーズも配信だよ。あつしさん、ミスエプロン2018 U& ショーおめでとうございます。ありがとう。おかえり。みたいな感じ。デリバリーオナシャス、送料高め。ということで、あのね、私誕生日にファンの人から、あの、こんなレシピの
メモをいただいたので、これを使ってね、これの中の今日はね、ホイコーローを作るよ。簡単にできそうだったからホイコーローを作ります。ホイコーローって自分で作らないしさ、ホイコーローの素があればベッて入れればいいだけだっけなと思ったけど、今日はちゃんと作ろうと思います。お祭りおじさんこんばんは。鍵に字が足りない、泣いた、頑張ろう、ちょっとなんか頑張る。俺の穴開いてるのが面白かった。そう、これをね使うよ。ホイコーローって難しそうだなと思ってたけど、意外と作れる。なんかね、なんか作りそうだよ意外と。まあ私ができれば何でもできるでしょ。あとこれに書いてあるってことは私ができるってことだと思う多分ね、わかんないけど。だって使うものはね、使う食べ物は豚バラ肉とキャベツだけだよ。だから超簡単じゃない？もう超簡単。そうだからそれを作るよ今日は。だからでもね、バラ肉がねスーパーになかったから豚肉だけど、バラ肉じゃない豚肉を使うね今日は。ホイコーロー初めて作る。ホイコーローとか普段食べようと思わないから、なんかねめんどくさそうだなって思ってて、あんまりねなんか何作ろうと思わなかったけど、ちょ簡単に使ってもらってる。あ、簡単にしてくれたんだ。そう、なんか簡単、超簡単じゃねーと思ってこれにするよ。そうだからお肉をちょっとね、バラ肉がなかったというのが結構、なんか今日ね、さっきね土砂降りの中ね、あのスーパーに行ったらね、もう何にもなかった。今日のスーパーひどいよね。サイバーさん、ハリーウィンストン以外受け付けてないから注意しな。そうだよ、私ハリーウィンストン以外受け付けてないから。そうだよ、お肉。早速作っていくよ。みんな作っていく、今日はねコメント全部拾えないと思うから、ちょっとそこをあの承知の上コメントをしてくださいね。はい、ちょっとボウルを用意しまして、これわかんないんだけどさ、まずお肉に味をつけますと書いてあります、こちらには。これさ、お肉さ切らなくていいの？別にもう切ってあるけどさ、このお肉は多分切らなくていいよね。お肉いいですか？すいません、全国の皆さん、お肉って切らなくていいんですよね。大丈夫？なんかね、大きくなってない。切ってあるから。ありがとう、獣ちゃん。え、二人で一緒にご飯作ろうって言ってたじゃん。いや、すごい空想。一口サイズ、一口サイズぐらい、そんななんか切らなくても良さそうな、あの、でかさだったよ。クックドゥじゃないよ。ちゃんとね、あるよ。調味料入れてくださいみたいなやつ。みじん切り、おい。おい、いっか、じゃあ切らなくて。たのりのりかわいそう、タジタジが。そんなこと言っちゃダメだよ、喉打ったらって。タジタジはね、そのままの大きさでいいそうです。じゃあね、めんどくさいからそのままの大きさでやります。
私は多分将来奥さんになったら、なるか分かんないけど、なったら多分いつもこうやって、あ、めんどくさいから切るのやめようとかやると思うから、将来私の旦那さんになりたい人は気をつけてね。はい、というわけでお肉を入れます。いいよね、これぐらい。大丈夫です。そうね、とってもガサツ女だからね。あ、これぐらいでいいですか。肉を画面に見せている。私の顔と比べたらこれぐらいです。でも私の顔は小さいから、別にお肉がでかいとかじゃない。あ、この半分に切った方がいいんだ。めんどくさいけどやるわ、じゃあ。やるわ。確かにちょっと大きいかも。あー、確かにミナと結婚するのいいと思う。私結構おすすめだよ。ミナだってね、きっと結構尽くしてくれると思う。うん、半分にするね。じゃあ多分ね、は、3分の1はちっちゃい、ちっちゃくない？じゃあ切るよ。これちょっと今日切ってるところがね、あんま見えないからね、ごめんねって感じなんだけど、みんながドキドキワクワクしてる間に私はどんどんお肉を切っていくよ。なんか一口サイズだったら別に何でもいいよね。あ、一口サイズだったら、半分だったらちょっとさ、でかいかもね。3分の1ぐらいのがやっぱいいかな。このお肉めっちゃ切りやすい、なんか嬉しい。エンゲルケースって何？エンゲルケースってなんだっけ？なんだっけ、エンゲルケースって。ビッチさん、物と結婚した食費とか、それな。それな。あ、前歯じゃ切れないよ。しかもね、豚肉だから口に入れたらダメ、生で。みんな分かってる？私お腹痛くなっちゃうじゃん。そう、肉が切れたよ。これぐらいでいい？全然わかんない。これぐらいでいい？いいよ。はーい。じゃあ入れます。だいたいね、150g って書いてあったけど、だいたいこのパックが 150g だったから、このパ、ん？このパックを全部買って入れました。はい。塩、胡椒、醤油、片栗粉。で、味をつけます。え、横にいるの誰って言うの、言わないで、怖いから。そういうことやめて、そういうなんか怖い系のやつやめて。え、怖い、やだ、ほんとやだ。今日雨の日って私嫌いなんでね、怖いから。適当にじゃあ味をつけていくよ、下味的なやつを。私の影？やだ、怖い。あ、本当、私の影が映ってる、ここに。これは塩。あ、これは塩。これもなんかもらったやつ。ふりふり、ふりふり。え、これはさ、味をつけたら置いとくだけでいいのかな？醤油と。むっちゃさん積んだ。エンゲルケースって何？この醤油のさ、やつってさ、なんか入れたらピーッと音鳴るよね。知ってる？みんな。醤油と味を適当につけて。もう適当には口癖だからね、私ダメね、ほんと。
はい、そしたら今日はホイコーローを作るよ。え、あるよね、ピーってなるの。片栗粉どれぐらい入れたらいいんですか？なんか目安とかある？片栗粉の、あ、小さじ1って書いてあるわ。小さじ1。小さじ1。みんなも結婚してる人いるかもしれないけどさ、してない人はさ、私みたいなさ適当に料理を作る女じゃなくてさ、こう丁寧に料理を作る女と結婚しなね。小さじ、よし、成功、成功だ。あ、エンゲルケースは消費支出に占める食費の割合。あー、なるほどね。あ、確かに、じゃあみんな高いね、エンゲルケース。なんかさ、お肉にさ、あの片栗粉を入れるとさ、何の役があるの？柔らかくなるんだっけ？味がつきやすいんだっけ？美味しければいいよね。わかる。わかるわかる。多分これで今味をつけたのでちょっと置いときます。そしてキャベツを切るそうです。キャベツどこ行った？ここだ。あ、タレが絡みやすくなる。なるほどね。みんなこんばんは。初見の方も、今見に来てくれた方もこんばんは。今日は料理を作ります、ホイコーロー。じゃあキャベツを、え、キャベツでね、キャベツって書いてあってよかった。キャベツを、うん、ここにね、買うものを帰ってきたの。入れない。はい、キャベツを、ね、キャベツってどれぐらい入れたらいい？とりあえずさ、半玉買ったんだけど、半玉のどれぐらいにしたらいい？キャベツ、キャベツの量を教えて。キャベツ女。肉と同じぐらい？難しい。何それ。とりあえずじゃあちぎっていくね。葉っぱをとりあえずちぎって切っていきます。一食分だよ。わかんない。何食分で書いてくれたかがわからないけど。え？ビニール投げた。ちょっとゴミ箱に投げたけど、して入りきらなかったようだよ。なんかちょっとこのダメだな。でもさ、キャベツも食べやすい大きさだったらよくないって思っちゃうんだけど。そうだよね。みんな別にさ、そんなさ神経質なんて切らなくてもいいよね。わかるわかる。確かにキャベツはちっちゃくなるからね、熱を入れると。みんな夜ご飯食べましたか？なんか夜ご飯、なんかね、夜ご飯食べてない人が見たらお腹空くよね、きっと。
てさんこんばんは。ちょっとキャベツが1個飛んだ。今頑張ってキャベツ剥いでるから。お、夜ご飯シュークリームってお菓子じゃん。それはお菓子だよ。私さ、なんかちょっと前にさ、エールかなんかにさ、ダイエットしてますみたいなこと書いたんだけどさ、ちょっと減ったよ、体重っていう報告だよ。でもさ、なんかダイエットめんどくさくなってきたわ確かに楽しいんだけど、なんか食べ物を考えるのがめんどくさくなってきた。48キロって細っ。え、身長と私と同じぐらい。私と同じ、私より大きかったらとっても軽いね。私と同じぐらいだったらなんか、まあそうだよねとなるけど。なんかさ、私さ、大学が女子大なんですよ。だからお昼の時間とかみんななんか、ちょっと洗おう。お昼の時間とかみんななんかダイエットしてるからみたいなっていう人もいれば、なんかダイエットしてる、ダイエットとかしてる人すごいよね、私は食べるみたいな人とかもいて、結構なんかカオスな感じなんですけど、なんか私もなんかダイエットしてるんだって言おうと思ったんだけど、その宣言をするとなんかご飯食べれなくなっちゃうじゃん、みんなの前で。だからちょっとやめといた。してない風にしといた。してない風にしといていっぱい食べたということで、さささっとキャベツを洗ったので、キャベツを切るよ。ざく切りって書いてあったからいいよね、ざく切りで。お、何キロとか聞いていいの？え、別に私はいいんだけどね。なんかアイドル的に、事務所的にいいのかわかんない。いいよね別に。まあでも女子だから私。え、これぐらい？これぐらいでいいですか？あ、OK、よし。みんな自炊する人はさ、どういう料理を普段作るんですかね。なんか男性の自炊ってさ、意外と美味しそうなものとか多そう。なんか男飯でさ、ざっくり作る。なんかね、サイバーズでもね、自炊する人がいてね、なんか何作ったとかね、たまにショールームでね聞いたりするんだけど、なんか美味しそうだよね。カップラーメン？ゆるはまさん健康に気をつけてね。あ、ちょっと多いかなキャベツ。まあいいよねりが茶色いのばっかり。あー、なんか揚げ物とかお肉の焼いたやつとかかな、ってことかな。キャ
ベツ多めのが好きだそうです。タイたちはパスタを作るんだね。そうノリノリだよあー焼きうどんね、いいねいいね。焼きうどん作ったことないかも。そばはねよく食べるけど。いい感じなんじゃない。でもちょっと若干キャベツが多いけど、サイバーはそんなことは気にしないんですよ。サイバーミルキはねそんなことで逃げない。よしレンチンしかしない。チャーハンとかオムライスとかご飯物が多い。なるほどね。ご飯としてなんかお米がバーンと食べれるやつがいいよね。夜食べないんだ。動物は食べない。なるほどね。でもねサイバーズは意外と料理をする人が多いのかもしれない、もしかしたら意外と料理をねする人が多いのかも。あと切るものはないよね。はい、下ごしらえ、下準備は完了ということで、鍋がなんか深めのフライパンでいい。こちらに、いよいよ回鍋肉を焼いていくよ。このお肉とキャベツを入れていきます。私もねでも女の子らしいなんか可愛い料理あんま作らないかもしれない。めんどくさいじゃん。あとさ私が一番重視するのはフライパン一つで作れるかどうかとか、あんまり他のない道具を出さなくて済むかとかを一番重視します。なんか鍋も使わないといけない、フライパンも使わないといけないとかめんどくさいから、何フライパンで作れるならフライパンで作るやつっていう風にします。調味料がなんかこの料理は調味料が多くて、味噌、砂糖、醤油、オイスターソース、豆板醤を使うそうです。鍋に油を入れ、ニンニク、生姜を入れ、香りが出たらお肉を入れて炒める。なるほど、ニンニク生姜あります。 OK。 あ、わかる？みんなわかってくれる？洗い物少ないっていいよね、やっぱり。わかるわかる、みんなありがとう、分かってくれて。洗い物って料理を作る以上にめんどくさい作業じゃないですか。なんなら少ない方がいいよね。ホイコーロー丼、あ、美味しいね今日は私はこのホイコーローが夜ご飯です。あっ男受けいいの、そういうのって。ありがとうね、一人暮らしのなんか一人暮らしの料理ってさ、何余ったりするのめんどくさいから、余らないようにも作りたいし ね。今日米炊いてないのまだ、だからもうしょうがない。どうしようチンのご飯あったかな、ないかな、まあいいや。はい、みんなこんばんは。ご飯を作っていきます。ホイコーローを作っていきます。あ、なんか今飛んだ、まあいいやね、お米炊くの忘れてた、超忘れてたよ。油を入れて、あんまりね画面に映らないかもしれないんだけど、生姜とニンニクは今日はチューブでいきます。
めっちゃバチバチするじゃん。なんやの。そう、洗い物ってめんどいよね。めっちゃバチバチするやん。なんやの。落としてもったわ。え、なんでバチバチするの？あ、お肉を入れたらいいんだ。いい匂いする。あ、なんかもう美味しそうだよ。今日はね、強火じゃないよ、別に。普通。普通、もうちょっと読める。普通ぐらい。お肉の色が変わったら、キャベツを入れて、調味料類を入れるんです。あれです、ホイコーローを作ってます。私の家のこのさ、火はさ、火じゃないからさ、あんまり危なくなくて安心。こうやってやっても IH だから。でもこの IH めっちゃ優秀でさ、めっちゃ火強め。みんなこんばんは。初見さんもこんばんは。今日は料理配信です。今日初見のあなたはラッキーなのかラッキーじゃないのかわからない。まだまだです。これからキャベツを入れて味付けします。そう、調味料を先に合わせておけばよかったかなってコメントで思いましたけど、もう遅い。もう遅い。色が変わってきたのでキャベツさんを入れたいと思います。そう、 IH はね、フライパン持ち上げられない。火切れちゃうから。お、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 なんかキャベツ入れたよ。はい、全部入れよう。で、ちょっと火弱めとこ。で、味噌全部小さじ1だから、醤油、このね、計量スプーンもいただき物です。私みんなから自炊グッズいただきすぎてる。え、これ小さじ1だよね。本当に小さじ1でいいのか不安になる。オイスターソース、豆板醤、買ったやつだからこれを取るの忘れた。豆板醤って辛いやつだよね。ね、美味しそうな音してるよね。私何入れてない。砂糖入れてないですね。砂糖、
入れまして、あ、こいつも入れないと。よし、これで炒めていきます。なんか私いい感じじゃない？わかんない、料理上手い人からしたらもう最悪かもしれないけど、私はいい感じではないかと思っております。はい、おーい嫁え、そう、なんか私一番で調味料測らない主義の女だったんだけど、計量スプーンをいただいてから測らないといけないのかなと思って測るようになったあ、やばい、これ美味しそうだよ、みんなはしない。もうちょっとしたらするわまだね、キャベツがねちょっと硬いと思うから、ちょっとしなっとしてもさせるよ。でさ、キャベツしなってしてるやつが好きなのね。あんまりシャキシャキキャベツは好きじゃなくて。えー、やばい、なにこれ、超美味しそうだよ。はぁしめじ投げてないですこんばんは、みんな。まあ美味しければいいよね。焦がさないように。1000人超えたそうです、ありがとう。今何時だ。なんか辛くないのがコチュジャンで、辛いのが豆板醤だっけ。キャベツがちょっとしんなりしてきた。おいしい。今の私の顔を見て分かったでしょ、みんな。私は見た目より味派ですね、やっぱり。あんまり見た目は気にしない人かな。やばい、めっちゃおいしそう。このキャベツの芯がね、まあいっか。これはね、完全に美味しい。私こう料理配信するたびに完全に美味しいって言ってる気がする。
それがね、なんか白いのしかなくて雰囲気がないんだけど、許して。うわぁ、これは完全に美味しいね。よし、完成。じゃーん。伝わる？美味しそうでしょ。サイバー特製ホイコーローでーす。美味しそう。できました。なんかね、ちょっと色があれがグロいく見える。美味しそう。ご飯くだ、ほんとご飯炊いとけばよかった、忘れちゃった。いい匂いだよ、ほんとにいい匂い。うん、確かに量多いでもまあサイバーはご飯をいっぱい食べるので。これ何人分なんだろう。一応レシピ通りに作ってみました。やめて、本当にノリノリそう、多いね、確かに。でも大丈夫、食べれる私は。じゃーん。おのはね、おのがいたらもうちょっと作らないといけないですかね。おの皆様がいたらもうちょっと作ってあげないといけないかな。ちょっと見せびらかしタイムをすごいしてる、みんなにホイコーローでーす。みんなスクショタイムだよ。はい、見て。じゃーん。じゃーん。そう、冷めちゃうよね。ちょっと食べたいと思います。今日はここで食べるよ。ホイコーロー、お肉食べます。せーの。いただきます。はい。うまっ。うまっ。うまっ、超おいしいよ。みんなにも食べさせてあげたい。美味しい。なんかピリ辛ちょっとで美味しい。あー、これご飯にめっちゃ合うね。ご飯今日炊いてないけど。はい、みんな、あーんあーん、食べてー。何より着ないよ私は。これは美味しい。キャベツがいい感じにしんなりしてて美味しい。あとキャベツにもちゃんと味がついてて美味しい。
うん、おいしい。あ、おいしい。あ、ずっとおいしいって言って食べてる。みんなも今日ホイコーロー作ってみて。簡単だから。うん、星3つです。おじさんたちはビールが欲しくなるんだ。なるほどな。うん、美味しい。料理はやっぱりいいですね。でも今回のホイコーローとても簡単だった。すぐ作れた。すぐいい感じに作れた。下処理も下準備とかもあんまり少なくって済むし、調味料の数がちょっと多いけど、でも入れるだけだし、あとは炒めるだけだから全然簡単。下味をお肉に下味をつけてキャベツを切って焼くだけだから、イエーイ、簡単でした。ということでね、今日はホイコーローを作りました。みんなも作ってみて。私はね、ちょっと後で食べます。おつまみにね、みんないいって言ってるけど、そうかもね。味が濃いしね、ホイコーロー。ちょっと味濃い。でもやっぱホイコーロー味濃い方が美味しいですね、やっぱり。あと私は愛知の人だから、味が濃いのがとっても好きなんです。あの、名古屋じゃないけど愛知の人間だから。確かに今まで都市伝説かなと思ってたけど、確かに味濃いかも。地元はやっぱり。そう、美味しかったです。みんないろいろ教えてくれてありがとう。必要なものは豚バラ肉とキャベツと味噌、砂糖、醤油、オイスターソース、豆板醤、お酒、塩コショウ、ごま油、片栗粉、あとはニンニクと生姜ですかね。調味料系がちょっと多いんですけど、それがあればできます。キャベツと豚肉があれば。どうだろう、あの、今日はいただいたレシピを使ってやってみたんだけど、プレゼントでなんだけど、あの、クックパッドとかに載ってるやつはどうなんだろうね。もうちょっと難しかったりするかな。なんか超簡単な気がするもん、やっぱこれのレシピ。みんなも作ってみてね。そう、久しぶりに料理配信した。舞台の稽古期間とか本当に料理しなくて、だからそう、ちょっとこの前やったけど、でも本当久しぶり。今日も忙しくない日はやります、料理を。そう、キッチンが広くなったから。いまだに言ってるけど。そうです。あとね、みんなに聞きたいことがあって、今日のブログのテーマを募集したいと思います。あ、男の料理は基本味が濃いめ。なるほどね。料理配信初めて見た。お、よかった、見てもらえて。たまにこれからもやります。もっと味噌を強調しても美味しいよ、愛知風。確かに。愛知はね、八丁味噌が有名ですよね。お家の近くではないけど、ちょっと行ったところに八丁味噌の工場がある。なんかおばあちゃん家とかは、なんかお客さんがとか来てくれたら、もうなんか味噌、八丁味噌のなんかチューブみたいなやつを渡す、あの、これ持ってってみたいな感じでお土産にプレゼントする、めっちゃやってるおばあちゃんとかで。ほんと豆腐にも八丁味噌かけるし、豆腐、こんにゃく、おでん全部かける、おばあちゃんは。味噌がね。お、
この間知ったばっかりなので改めてブログで自己紹介してもらえたら嬉しい。なるほどね、 OK。 自己紹介の質問的なやつはこの前のブログに、この前の結構最近のブログにしたばっかりなので、それも一応貼っておきます。深い手料理いいね。手料理みんなで料理するのやってみたいよね。今回のオフ会は脱出ゲームみんなでゲーム、タイトル5月22日はズリナの誕生日。結構先だし、なんでズリナやねんってなるし、結構ツッコミどころ満載だよね。今度八丁味噌今度買ってくる。おまさあき、まさあ買ってきてみてください。ひまちゃんも深い手料理だったらくまさんにポイント回さないそうだよ。今回のキリズのオフ会は脱出ゲームをしようってやつです。みんな今回のオフ会は筋肉痛にはならないと思うよ。室内だし、うん、ならないと思う。筋肉痛には大丈夫もひもうすぐで終わります。もひこんばんは。そう、愛知出身なんですよ。私愛知県豊田市出身豊田市です。名古屋じゃなくて。これはね、もう一生言い続けないといけないと思ってて、そう、私はね、名古屋じゃなくて豊田市なの名古屋様より全然田舎だから何かブログの一応自分でも考えてるのあるんだけど、なんかみんなからもリクエストがあればそのブログをネタに選んでしてみたいと思います。脱出したくないゲームになりそうな予感がする。そういうのあるよね、やっぱり。だってね、ね脱出したら終わりだもんねそうそう、このだんだん冷めてきたホイコーローを後で再加熱します。うん、いい匂い、最高だよ。私超天才やすくん、愛知って言ってもすぐ名古屋って言い直されるから困るよね。そう、なんか名古屋の人はね、名古屋って言いたいようですで逆に私は愛知って言うと名古屋って言われるから、名古屋とは言いたくない人です。あ、そうだね、神奈川の横浜一緒ですね。東京出身、いやでも八王子ですけどね。かあーね、あー23区じゃなくてもう八王子だぜみたいなやつだよね。ホイコーローピーマン抜きで、ピーマン入ってないよホイコーローに。入れる派女子大生になってみたいな感想とかいいですね。そう、いつも書いてる気がするけど今日も書きますね今日は授業は全休なんで、私は月曜日は授業休みで、授業を取ってないので月曜日の授業だから楽このねアイドルとかやってる土日に働くことがあって、月曜学校って結構しんどいから、しんどいなっていつも高校生の時思ってたから、だからあの月曜日は全部休みにしましたその代わりね、土曜日一限もあるし結構大変土曜日一限は必修授業だから、ほんと気づいたら入っててびっくりした。なんでみたいな、いじめみたいな三重に名古屋アンパンマンミュージアムもある。あ、え、三重なんだアンパンマンミュージアムって。俺も愛知出身だけど名古屋じゃないから。このお、やすくんどこ出身なんですか。ホイコーロー視聴者プレゼントですかちょっとあの近い人じゃないとあげるあの日持ちがタイトル2代目モンスター弱いんじゃね結構喧嘩売ってんなあ、そうかもしれないけど西間家1年で前期がそうある、頑張ったの。あ、前期は、あ、前期も後期も月曜が前期で、後期のがちょっとだけ時間割が多いんだけど、でも空き子もほとんどないし後期は。しのさんまだ終わってなかった、仕事終わりました、お疲れ。しのさん
俺もこれから月曜日を勝手に休みにしよう。ダメだ、自粛休校はダメだ。ないないだよ、あん。この顔マジやば。大事なのは日持ちより気持ちだよ。そうですね。ただあの健康を害する恐れがあるです。けものちゃんブログ内容は推し変した人に一言。あ、そんな人いるんだな。でもなんか困るよね。私から推し変してくれた人に向けてか、私から推し変した人に向けてか、同じかは別に。でもそんなこと書いたら推し変されちゃいそうだから嫌だな。逆に。あ、嘘、今ナルナルのこと私たちって言った、ごめんね。なんか2文字ずつで間違えちゃった。ごめんごめん。モヒさん、モヒ、健康を大丈夫にしてから来て。岩倉、なんか聞いたことある。え、岩倉聞いたことある。なんだっけ岩倉って。津野さん、そういえばこの前ココパティーンココ会ってきたよ。ココパーティーンココ会ってきたよ。ココちゃんもよく長野来てたらしいよ。そうなんだね、ココちゃん。いいな、ココちゃん。推し変じゃないよ、推してないから。ああ、なるほどな。あ、なるほど。推し増しね、推し増しはね、いいと思います。シャークさん、サイバーミュージックの野望いいですね。サイバーミュージックの野望、野望、みんなの野望はある？みんなの野望はなんかありますか？逆にアイドルオタクとしての野望でもいいし、人生の野望でもいいし。あ、そうなんだ。え、愛知で一番小さい市なんだね。あ、そうなんだ。どっちなんだろう、愛知の。名古屋か、なんかこっち浜松方面か、名古屋の方か。給与をでかくすること、いいですね。ありがとうございます。私もそれはありますね、野望というか目標。私は、妻さん、俺推し変してないから安心して。安心します。安心しつつしないように頑張ります。西枕野望ニート。それは結構いい野望だと思う。それで常にその気持ちを持って生きていこうね。自分のすでに人生アディショナルタイム。どういうこと？もうさ、大丈夫だよ、まだあるから。まだ後半後半だから、アディショナルタイムないから。まだ大丈夫だから。ですけど、名古屋から上に小牧方面。あー、なるほどなるほど、そっちね。野望、宝くじ当てて豪快客船で日本一周でノタルのライブ。日本一周を全部ノタルさんのライブにするのってこと？豪華客船で日本一周しつつ一周の全国ライブみたいな感じ。キーンズも入れてくれたら嬉しいな。キューのライブにいっぱい行きたい。いいねいいね、ありがとう。津野さん、料理はね、今日はホイコーローを作りましたよ。ちょっと食べかけちゃったけど、ホイコーロー。推し変はないと思う、ないように頑張ります。私、ミケコを信じて。津野さん、13日待ってます。もう日も夢も野望も抱くような年じゃないよ。まだまだ大丈夫だよ、まだまだみんな若いよ。確かに私よりはおじさんかもしれないけどまだ若いよ、みんな大丈夫。おじ変するぐらいな、何は死ぬわかな。
さいたちが死なないように頑張らないと。ホイコーローだよ。そう、ヤスくんまた遊びに来てください。もう一人ヤスくん、ヤスくんっていう名前の人がいるんだよね、キーンズのファンの人の中に。そう、ハットさん、うちの田んぼでアイドルに米作り体験してもらう。あ、そうなんだ、めっちゃすごい。あ、野望か、夢、めっちゃいい。それだし、お米とか田植えとかしたことないからやってみたい。なんかね、田舎の小学校結構ね、なんか田植えする人多いっぽいんだけど、私はしたことない。田植えあるかな、ないわ。畑はずっとやってた。タジオ、あ、見えなかったけど予想してみた。あ、そうだね、やすし、やすし、やすし、それはその人に申し訳ない。うん、うん、お揃いでいいじゃん。にゃ、あ、お揃いの名前いいじゃん。好きだー、ここぞとばかりに。ありがとう。何何、今 LINE でタジタジと意気投合した。何を意気投合したん。にゃーです。何何、悪いやつ泣いた。何何、悪いやつだよ。何何はね、いじめっ子だもん。みんなにゃのコメントがすごいすごいよ。みんなにゃを待っているよ、みんな毎日毎日。ということでね、そろそろ配信終わりたいと思います。今日は料理を作りました、ホイコーロー。ありがとうございます。めっちゃ簡単にできたから、またみんなも作ってみて、次の料理も楽しみにしててください。キュインズの今日の、あ、キュインズの次のライブは12日と13日です。今週の土曜日と日曜日にありますので、日曜日の方はお世話になったおしくらまんじゅさんの活動休止前のライブ、主催ライブに出させていただきますので、ちょっとね、ちょっと寂しいけど送り出してあげましょう。12日は生誕祭かな、なので12日と13日皆さんぜひ遊びに来てください。それじゃあまた後でブログ更新します。ショールーム見に来てくれてありがとうございました。コメント今日はちょっと全部拾えなくて、読まれてないっていう人もいるかもしれないんですけど、みんなのその読まれてない人は別に嫌いじゃないから。みんな好きだから安心してください。というわけでバイバーイ、またお話の配信しましょうね。ありがとうございました。ありがとう。バイバーイ。